ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、国を守る友人とアシュラのような化け物の話など3本紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、竜とアシュラ、病院に運ばれた記憶、タクシーの客だ。タイトルだけで言うと、竜とアシュラがインパクトあるよね。ああ、だが、残り2本の話も、なかなか興味深い内容だぞ。それでは聞いていただこう。怖い話じゃないが、書きながら行くわ。ガキの時、対馬っつう島に住んでた。で、その時、俺は妖怪や神様が見えた。ここで勘違いしてほしくないのは、幽霊じゃない、妖怪や神様。あっちとは、チャンネルっつうか、見る目が違うらしい。で、我が家から正面少し歩いたら、海なんだ。何も、海の家っつうわけじゃない。だいたいそのあたりはそんな感じ。そんで、生まれてからしばらくの間、俺には正面の海を、バカでかい蛇の胴体が移動してたのが見えてた。だいたい5歳くらいの時に、友人に話したら、それはおかしいってバカにされて発覚。じいさんばあさんに、霊能力ある坊さんのいる寺に連れてかれて、笑って教えてもらった。それは、国を守る守り竜様だ。日本をぐるっと一周して、何匹かいるのだ。たたり神でもあるが、見たとしても、目を合わせなければ大丈夫。と言われた。目を合わせたら、たたられるんだと。まあ、頭すら見たことないのなら、大丈夫らしい。で、ある台風の日、暇すぎてちょっと外に出て、海の方をちらっと見たんだ。そしたら、バカでかい蛇の頭の後ろ姿が真正面に見えた。この瞬間、なんつうか思考が止まった。この時点では、怖いとかやばいって感じはなかった。俺は最初、いつも見ている頭のない蛇と勘違いしてたんだ。その後、本当にしてはいけないことしちゃったんだって、後悔の気持ちでいっぱいになった。で、思考が止まったら、目をそらすことも、体を動かすこともできない。だから、俺は守り言う蛇にしか見えない奴が、何を見てるかも見えた。まあ、話自体はそんなに怖くもないんだが、俺が怖かったのは、蛇様が見てた化け物なんよ。言ってる意味がわからんと思うが、なんか、子供の顔が2つ前後にあって、腕が4つか6つ、足が前後に2つずつ、出来損ないのアシュラ像みたいな。いや、像っつうか、なんかもっと生々しい。そして、俺は死体なんざ、犬猫しか見たことないが、あれは明らかに死んでる。でも、生きて呪って、憎んで、怒ってる。表情は一切なかったよ。でも呪ってるし。なんつうか、本当に悪意の塊だって、なんかわかったんだ。そいつは、最初水面にいる黒い何かにしか見えなかったんだけど、認識できた瞬間、せっかく神様が止めてくれた思考が復活した。すぐに腰を抜かして、それでも逃げよう逃げようって、手を地面に置いて、後ろに下がろうとして、滑って、それを繰り返して、手のひらが擦り傷だらけになった。その間、ずっとぜひ、ぜひ、って呼吸が苦しかった。口から吸い込む空気が、腐った何かの匂いで、吸い続けたら死ぬって、なんとなくわかっちゃったんだ。そのまま、釣り道具置いてある納屋まで、なんとか張って逃げた。横開きの扉に手をかけた瞬間、なんか、なんとなく見られてるって気がして、振り向いたら、蛇様が顔を横に向けて、少し俺を見ていた。で、俺そのまま気絶、次起きたら、隣の隣の家の駐車場の水たまりに転がってた。で、頭の中に、なぜか東の浜には行くなって何度も思い浮かぶ。俺の町の中には、岩瀬っていうか、石ばかりの東の浜って海岸がある。その周囲には、祠や鳥や社、お不動様の像や、大黒様の像、地蔵様がわんさかあるんだ。で、そのことだけで頭がいっぱいになって、おかしくなりそうだったから、例の坊さんに連絡を取ってもらって、会ったことを話したんだ。そしたら、じゃあ私が見てきます。で、台風の次の日なのに、見に行ってくれることになった。坊さんが行ってみると、灯台へ行くためのコンクリートで固められた橋みたいなところが、デカデカとえぐり取られてたらしい。これはいかんと思った坊さんは、急いで鳥居やら仏像を見て回った。すると、何体かの地蔵様の首が取れてるなど、嵐に荒らされまくってたらしい。それ以来、俺は神様や妖怪が見えなくなった。あの時、蛇様が退治してたあれが何なのか、今でも気にはなるが、絶対に調べたくはない。私は子供の頃、雷に打たれたことがあります。左腕と両足に火傷を負いましたが、幸いにも大火傷ではなく、
現在は左腕と左足の指先に、かすかに火傷の跡が残っているくらいに回復しました。よく雷に打たれた人が、不思議な力を持つようになったとか、特別な能力に目覚めたとか、そういう話を聞きますが、残念ながら私にはそういう覚醒みたいなことはありませんでした。ですが、不思議な経験をしたことが、一度だけあります。それは、雷に打たれて病院に運ばれた時の話です。私は救急車で病院に運ばれたらしいのですが、病院に運ばれるまで、意識が全くなかったはずなのに、なぜかその時の記憶が、今でも鮮明に残っているんです。近所のおばさんが、気絶している私を見つけ、駆け寄ってきた時、裸足だったこと、知らせを聞いて駆けつけた母親が、なぜか手拭いをいっぱい抱えていたこと、救急車に乗っていた隊員の人の顔や、救急車の中の様子、病院で慌ただしく動いていた看護婦さん、真剣な顔で私の顔を覗き込んでいたお医者さん、などなど、なんだかテレビで見ているような、すごく客観的に見ている感覚で、その時の様子が記憶に残っているんです。その時見えていたことを後で母親に聞いてみると、なぜか全部当たっていたんです。私としては、半分はリアルな夢を見ていたことを、そのように感じてしまっていた、という気持ちがあり、変な話ですが、半分は当然のことのような、変な確信みたいなものがありました。ここまでは、臨死体験のような、幽体離脱みたいなことがあったのかな、と思っているのですが、本当に不思議なのは、ここからなんです。その、意識を失っている時に見ていたものの中に、現実にはいなかった人が見えていた記憶があるんです。うまく説明できませんが、救急車に乗せられるまで私のそばにいた人というのは、私の母親、近所のおばさん、救急車を呼んでくれたその家の息子さん、通りがかりで心配して車から降りてきた近所のお兄さんの4人しかいなかったはずなのですが、私の記憶の中では、その4人以外に、あと数人誰かいたような気がするんです。なぜかそこの記憶だけ曖昧なんですが、その時の私と同じ年頃の子供が3人か4人、もしかするともっといたかもしれないし、1人しかいなかったかもしれない。ごめんなさい、思い出そうとすると余計曖昧になってしまって。その、彼、彼女らが、救急車が来るまで、私の体を一生懸命さすっているんです。額のあたりを撫でていたり、胸のあたりをぐるぐる手のひらでさすったり、やけどしていたところに、じっと手を当てていたり、とても温かいような、ほっとするような、気持ちのいい感じでした。その時は、なんでそんなことをしてるんだろうとは思いましたが、なんだか必死な感じがしたので、助けようとしてくれてるんだろうか、とか、そういう風に思っていたのですが、後で母親にそのことを話すと、そんな子はいなかったし、下手に動かすといけないからと、誰もさすったりなんかしてなかったそうです。ただ、うちの近所には、昔火事で亡くなった兄弟がいて、その家の前には、今でも5体のお地蔵さんが祀られているんです。そこのおばちゃんが怪我で入院した時に、数日そのお地蔵さんにお花とお菓子をお供えするのを手伝ったことがあって、私の母が言うには、その子たちが、お礼に命を助けてくれたのかもね、と、そういうことなんじゃないの、と言っていました。今は地元を離れて東京の方に出てきていますが、たまに実家に帰った時は、簡単ながらお花をお供えして、その時のお礼を言うようにしています。先日帰省した時に、タクシーのうんちゃんしてる弟から聞いた話を書いてみる。あんまり怖くないかもだけど、夜0時近い時間に駅近くで、サラリーマンらしいスーツ姿の男を乗せたらしい。ところがその男、ひどく酔っ払ってて、乗ったものの、はっきりと行き先を告げず、まっすぐ走れ、だの、今の交差点左だったのに、だの、あげく、こんなんじゃ代金払えねえなぁ、とか言い出した。弟は、払えない、と聞いた時点で、タクシーを止めて、ドアを開けて、お客さん、悪いけど、代金払うつもりないんだったら、ここで降りてくれる？ここまでの代金いらないから、と言ったらしい。まあ当然、なんか大声で文句を言ってくる、酔っ払い男。その時、視界の隅に人影が映ったので、そっち見たら、タクシーの開けているドア側にある歩道に、女性が立ってたんだって。ポニーテールで白っぽいワンピ、黒のレギンス。弟は、黒の桃引きみたいの。って言おった。おとなしそうな感じの子。ちょっと困ったような顔をしてこっちを見ていたので、もしかして乗りたいのかな？って思ったのと、早く酔っ払い男を降ろしたかったので、お客さん、悪いけど、次のお客さんがいるし、早く降りてくれない？って言ったんだって。そしたらその酔っ払い男、あ？とか言って、空いてるドアから身を乗り出した。弟は、女性に危害が及んだらまずいと思って、運転席から出たんだけど、男は女性の顔を見た途端、飛び跳ねるみたいな勢いで奥の席まで体を移動して、車出して、
って言ったらしい。いや、お前を乗せていく気ないし、と思ってたら、男が、早く、お金もちゃんとあるし、先に払うから、と、5000円札を渡してきた。まあ金を渡してくれたなら、と思って、じゃあ、まあ乗ってっていいですけどね。って言ってから、とりあえず待ってる女性に謝っといた方がいいかな、と思って女性の方見たら、にっこり笑ってこっちに向かって頭を下げたから、事情を分かってくれたと思って、弟も、すんませんね。って軽く頭を下げてタクシーを出した。その後何事もなく男を家まで送ったんだが、5000円もかかる距離じゃなかったし、お釣り渡そうとしたら、釣りはいい。って叫んで、そのまま走って家の中に入っていったらしい。不思議に思いながらタクシーを出そうとしたあたりで、目の前、というか少し離れた街灯の下に、さっきの女性が立っている、似た洋服着た別の女性、と思いたかったが、その女性が弟の方を見て頭を下げたので、ゾッとしたらしい。だって、タクシーで走った距離的に言っても、生きた人間とは思えなかったし、何よりも、景色からなんか浮いて見えるなと思ったら、影がなかったし、弟は、そのままバックで交差点まで下がってから、向きを変えて、会社に帰ったらしい。バックで下がる間に、女性の姿はいつの間にか見えなくなってたらしいけど。で、それから何日かして、タクシー会社に電話があったんだって。ようやくすると、この前お前んところのタクシー乗ったら、途中で降ろされそうになった上、釣り銭渡しやがらなかったぞごらー。弟は、ああ、絶対あん時の酔っ払い男だわって思った。でも会社にその件の経緯はすでに話してあったから、事務の人が対応してくれたらしいんだけど、とにかく家に詫びに来いの一点張り。住所と名前、電話番号聞いときましたけど、どうしますかね？って上司も交えて話し合ってたら、またその男から電話。今度は上司が対応したけど、なんか変な応対。電話が切れた後、弟が聞いたら、さっきの件は自分の勘違いだったから来なくていいです。俺の住所誰かに聞かれても絶対教えないでください。とか言って電話が切れた。と。あの女性の例は、絶対あの男絡みだと思う。電話からして、絶対あの男のせいで自殺したとかやね。と弟は言ってたが、自分にはそれ以上に気になることがあった。弟よ、多分その女性、お前が乗ってって言って言ったから、お前のタクシーに乗って酔っ払い男の家まで行けたんだと思うぞ。どれも興味深い話だったけど、一話目のアシュラみたいな化け物ってもしかして、もしかしたらあの呪物と関係があるのかもな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？1話目、竜とアシュラ。2話目、病院に運ばれた記憶。3話目、タクシーの客。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。